三平方の定理を使って直角三角形の辺の長さを求める問題をやっていきます。三平方の定理って何やったかっていうと直角三角形があった時に斜辺斜辺でこの直角の向かいの辺やねここを C として AB 他の2つの辺 AB とすると斜辺 C の2乗っていうのは他の2つの辺の2乗を足したものになってますよっていうのが三平方の定理やったよな。 これを使えば触角三角形のうち2つの辺二つの辺が分かっている時には残りの1辺を求めることができますよとここに代入してあげたらいいんです早速1番でやってみましょう1番は斜辺以外の1辺が分かってないよねなので13の2乗斜辺の2乗が他の2つの辺5の2乗と x の二乗を足したものとと。等しいですよ十三の二乗は百六十九えねこれよく十三の二乗出てくるから覚えといてもいいと思いますこの二乗は二十五で x の二乗ですよとこれは x の二乗になってるからこれ二次方程式になるやなでも x の二乗と整数の項しか出てきていないから x の二乗をイコールの形にしてあげるとそうすると百六十九 引くこっちに来てもらうなかね。引いて二十五になります。で、x の二乗はって言われたら百四十四やね。x の二乗イコール百四十四です。これじゃあ、x はって言われたらどうしたらいいこれ、x の二乗が百四十四ってことは、x はって言われたら、この百四十四の平方根になるよね。平方根って何やったかっていうと、ルートのことです。なので、プラスマイナスルート百四十四になると。 で、これ、なるべくルートの中身は小っちゃくせなあかねんねな。これ、もう気づいている人いるかもしれないけど、この144っていうのは12の2乗になってます。なので、プラスマイナス12と。一応、平方根の中身、小さくする方法を復習しとくと、こういう素因数分解をしてあげるんでした。144をなるべく小さい素数で割ってくれな。2で割ることができるので、72。72はまた2で割ることができるよね。素数で割ってください。 2で割れれまます。すもでで割割よと。で割った数をここに書いていくよね順番にじゃあ9はって言われたら9はこれ2で割れへんね3で割れます3が出てきましたよとここに出てきた222233っていうのが144の因数になってます素因数になってますここに出てきた数字のうちペアになるもの2つ1組でペアになるものは 二乗になる。二乗が入ってるっていうことやから、このルートの外に出すことができるんやね。この百四十四の場合は、全部ここの二と、ここの二と三っていうのがそれぞれ二つずつ出てきてるから、あなたたちみんなルートの外に出てくださいっていことやね。ルートの外に出たら、二と二と三、これかけることになるから、二人が四、四三十二で十二になると。ルートの中身は誰もいなくなったんやね。なので、プラスマイナス十二になりますと。 これはプラスマイナス12って分かったんやけど、答えはプラスマイナス12ちゃうで、辺の長さ。辺の長さを求める問題なので、ここがマイナス12っておかしいやな。だから、x 大なり0より、x イコール12やね。プラスの方だけです。ケ、OK? ーじゃあ2番もやっていきましょう。今度は斜辺が分かってないので、斜辺の2乗は他の辺の2乗を足したものですよと。 そうすると、こっちが右辺っていうのは25。5の二0は二十五やね。二十五たす二十五で五十です。x はって言われたら、プラスマイナスルート五十になると。このルートも、ルートの中身ちっちゃくせなあかんやな。すぐ分かったらいいんやけど、分からんときは素因数分解すると。五十は二で割れます。二十五です。二十五は5の二乗やな。この中でペアを探してあげると、5が この5はルートの外に出てくださいってことやね。ルートの外に出た5はルートの外側に書いてあげて、プラスマイナスね。ルートの中身は何が残っているかっていうと、2が残っているね。なので5ルート2になりますよと。これもさっきと一緒で、マイナス、辺の長さがマイナスはないから答えは x イコール5ルート2やね。 最後に3番もやっておきましょう3番は2の2乗が x の2乗と1の2乗を足したものになるはずやな4イコール x の2乗プラス1で x の2乗イコールにしてあげると1が邪魔やからこっちに来てもらったら4く1で3やね x はプラスマイナスルート3になります 3はこれ以上ちっちゃくならへんから x はプラスの方だけでルート3になりますよと三平方の定理を使うってうこと自体は簡単やけど平方根ルートの計算を忘れてる人はちょっと前の動画に戻って復習をしておいてください。